皆様、こんにちは。経済産業研究所リエティの藤田でございます。会場の皆様、改めまして、本日はお忙しいところ、シンポジウムにご参加いただきまして、ありがとうございます。また、本シンポジウムにおけます、研究発表およびパネルディスカッションのために、多数の方々にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 特に株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン代表取締役社長のダニー・リスバーグ様それからアクサ、えー、生命保険株式会社出向役の小笠原貴弘様、えー、大変ご多忙の中ご参加いただきまして誠にありがとうございますさて私の言いますリエティでは日本経済を成長軌道に乗せ その成長を確固たるものにしていくためのグランドデザインを研究することを使命にしておりますがそのために3つの重点的な視点を踏まえながら研究を行っております。第一の視点は世界の成長をいかにして取り込んでいくか第二の視点は新たな成長分野をいかにして切り開いていくか 第三の視点は社会の変化に対応しつつ持続的成長を支えるためにいかなる経済社会制度をつくっていくかという視点であります。えー、本日のシンポジウムの目的は先ほど経済産業省の宗、えー、方局長より説明されましたとおりでありますが利益の3つの重点的な視点のうち特に第一の世界の成長をいかにして取り込んでいくかという視点と 深く関わってきてきおります、えー、皆さんもご承知のように、日本は現在、少子化とともに超高齢化社会に突入しつつあり、えー生、生産年齢人口、さらには総人口も大きく縮小していくことが予想されております。ということは、このまま進めば、日本の消費市場は全体として縮小していき、さらに家計貯蓄も縮小していきます。 この状況で日本が今世紀に再び勢いよく発展していくために不可欠な方策をおそらく唯一とも言えます方策は日本と世界との結びつきを格段に強めていき世界の成長を日本に取り込んでくることだと思いますそのためにはさまざまな方策を総合的に進めていく必要がありますが本日の我々の中心テーマは いかにして外,企業外国企業による日本国内への直接投資を増やしてもらう、えー、海外企業のグローバルサプライチェーンの拠点を日本で拡大してもらうということであります。これまで日本は主として海外への直接投資を増やし、日本企業のグローバルサプライチェーンを海外で拡大することを進めてまいりました。 えー、海外への直接投資を増やすことはそれはそれで非常に重要でありますがいわゆる日本経済の空洞化を避けるためにも両者のある程度のバランスを維持していくことが望まれます、えー、後ほど研究発表およびパネルディスカッションにおきまして詳しく説明されますように外国企業による日本での直接投資は全体としてみますと日本にとって非常に大きな便宜があるということであります。 えー、皆さんよくご存知のように海外に直接投資を行っております日本の企業は一般的に高高高いいいい生産性高い技術力力ないし高い経営力を持った企業であります同じことですが同様に海外から日本に直接投資を行ってくれる海外の企業も一般的に高い生産性高い技術力ないし高い経営能力を持っていることが期待されます。 従いまして海外から日本への直接投資が増加することによりまして日本全体の生産性が上がり技術や経営のノウハウの移転が起こりまた雇用も拡大することが期待されますしかしながら後ほど説明されますように日本政府やジェトロのこれまでの大きな努力にもかかわらず海外から日本への直接投資は 日本企業の海外への直接投資を比較しまして、また国際間で比較いたしましても、えー、今のところ非常に低い状態であります、えー。これは端的に申しまして、日本企業にとりましても、海外企業にとりましても、日本に立地する魅力がまだ少ないということだということであると思います。具体的に2013年末におけます 各国の体内直接投資の残高をそれぞれの国の GDP の比で国際比較してみますと残念ながら現在のところ日本は非常に低いランクに位置しています正確には統計の取ります199カ国で比較してみますと日本は199カ国の中で実に第196位であります 日本よりも低い国はネパール、アンゴラ、ブル,あブルンジの3か国のみであります。これらの3つの国はいずれも最近まで非常に深刻な民族紛争、政治紛争に悩まスれた国でありまして、また地理的にも非常に不利な地点であります。したがいまして、それらの国々の外国企業はなかなか通してくれないことは理解に難くありません。それに対しましまて 高度な技術をも持ちまして、非常にこの、えー、質の、えー、高質の労働力を持ち、先進国とみなされております日本が、下から4番目というのは、ええー、うっそうという感じで、ちょっと理解に苦しむところではないでしょうか、<laughs> 何かがおか,おかしいのではないかと思いたくなります。 しかしこのデータは国連による統計ですからこれをまあ疑い出すときりがないわけでじゃあ結局何かがおかしいのは日本の側にあるということになりますまあ複数の原因があるとあるかもしれませんがその何かが実際何であるかを後ほどの研究発表およびパネルディスカッションで明らかにされることを期待しております。 まあしかし非常に低いですけど見方を変えてみますとこれは日本が将来発展していく欲が非常に大きく残されているということでもありまして大きなチャンスでもあるとも考えられます実際先ほど申しましたように日本は世界に誇れる高度な技術力と豊富な人材を持った先進国でありますからなぜ日本への直接投資がこれほど少ないかということを的確に分析して 課題解,解決に向けまして適切な方策を取ることができますれば日本への直接投資を将来大きく増加させていくことは決して不可能ではないと思われますここでこ,のこれから日本への直接投資をどんどん増やしていくことは決して不可能ではないということを、えー、サジェッションしてくれます最近のニュースを一つだけ紹介させていただけたいただこうと思います 皆様はご存知のことと思いますが、昨年12月9日に、米国のアップルが、米国以外で初めて研究開発拠点を横浜に作ることを、えー、発表いたしました、えー。アップルが米国以外で初めて日本に研究開発拠点を作る理由は少なくとも普通考えられ2つ考えられます。 ご存知のようにアップルはアメリカと東アジアを中心といたしましてグローバルなサプライチェーンを通じまして開発と生産を行い世界中に販売してきておりますこれまでのところアップルの主力商品の研究開発はアメリカのシリコンバレーで行われ最終製品の組み立ては主として中国で行われてきております一方アップルの主力製品のための中核的な部品の多くは 日本の40以上の部品メーカーによりまして研究を開発されまたそれらの生産の大きな部分は日本国内で行われてきております従いましてアップルが高度な技術力を持っております多くの日本の部品メーカーとのスピーディーな研究共同研究を一層進む強めるために日本に新しい拠点を置くことはこれはすぐに納得できます 次にアップルが日本に新しい拠点を置くもう一つの理由に関してですがアップルは現在のところ絶好調のようには見えますが実はアップルは2010年の iPad 以来画期的な商品のカテゴリーを生み出せていないという市場の強い批判があります昨年12月11日の日本経済新聞によりますとその市場への批判の答えの一つとしていたしましてアップルは ヘルスケアに昇進を当て,した当てました IT 関連の新しい商品を開発をすることを目指しているようであります。例えば、アップルは今年、今年実際、今日朝のテレビを見ますと、4月24日に健康管理機能がつきました腕時計型のウェアブル端末であります、アップルウォッチを発売する予定であります。 それら健康関連分野の新製品を開発するにあたりまして、アップルは高齢化が進む日本こそイノベーションの場だと見ているようであります。さらに高齢化というのは、逆にいければ新しい市場ができる、新しいイノベーションの場と理解してもらうこともできると思います。 特に横浜の今のみなとみらい地区はライフイノ,ベーションイノベーション国家戦略総合特区でありまして健康関連産業の創出を目指しました今後の規制緩和が大いに期待されております。ところで全く別の話ですが横浜,横浜と申しますと先日の3月5日のヤッフーニュースによりますと横浜マリノスが J クラブで初めて外国企業 英国のスティーフットボールグループ CFG に買収される可能性が浮上してきたとあの載っていますこのニュースに対しまして現在のオーナーはもちろん否定的であります一方地元のサッカーファンの多くは CFG がマ,ルマリノスに豊富な資金をどんどん注入してくれて 海外の大物選手を連れてきてくれて、またチーム強化のノウハウを注入してくれれば、横浜,、ま、横浜マリノスが世界的なチームになっていくことが期待できるし、また J リーグ全体の閉塞感を出してくれるものと、大いに盛り上がっているようであります。まあ、以上あの、アップルと横浜マリノスのののの話ですすが、が、これは2つの事例ににぎませんが将来の、えー、体内直接投資の創出に向けて、 れれらの2つのつ事例でも重要ななを与えてくれてくいいるような気がいたします。以上グローバルサプライチェーンについてはあまりお話しできませんでしたが時間もなくなりましたので最後にこれからの研究発表およびパネルディスカッションで明らかにされるだろう明らかにされるしてほしいと期待される論点をいくつかまとめて述べさせていただきます第1に日本の体内直接投資に関しまして これまでの数勢と現状を国際比較も含めてて教えていいたただきたい第2に、対日直接投資のメリットとデメリットについて、これまでの実証分析の結果も,結果も含めて教えていただきたい。第3に、これまで対日直接投資の促進に向けまして、日本政府や JETRO、さらにさまざまな団体によりまして、 どのような努力ないし施策が行われてきたのか、またその成果や課題につきまして教えていただきたい。第4に、現在、日本政府は先ほど、村方さんからお話がありましたように、対日直接投資断差を2020年までに2011年との対比で2倍に増やすという政策目標を挙げております。 えー、その実現に向けての具体的な方策の見通しにつきまして教えていただきたい特に過去とは違う新しい方策について説明していただきたい第5に対日直接投資を将来とも大きく増大させていくための方策といたしまして現在の日本政府などによる視察に限らないで 日本全体をどのように大き,大きく変えていくべきかという大きな方向性にも含めまして、会場の皆様と一緒に検討していただきたい、特にフィリップス・エレクトリックス・ジャパンのダニルリスバーグ様、およびアクサ生命保険株式会社の小笠原様のお二人には、民間企業の視点から、今までの日本での経験を踏まえられまして、お話を伺えればと期待しております。 最後に耐熱直接装置の分析と研究をさらに推し進めていく上でどのような統計の整備をしてい,けい,いかなければということも教えていただければ幸いであります。えー、以上たくさんの要求を勝手に述べさせていただきましたが皆様方からはそれじゃあ一体おめえ何か具体的に話せるのかと言われそうでありますので、えー、本日本当の最後でありますが今回のシンポジウムに向けまして 私はスライドを1枚作らせていただきましたお願いいたしますこれは、えー、縦軸に体内直接投資残高 GPF を、えー、2013年末のデータ150カ国横に、えー、日本の英語能力を表す代表的なトイフルのスピーキングスコアを横軸に取っております これから見ていただき150カ国ですねこれから見ていただくのはジャパンあの赤い広場の,のところでありますこれから見ますと先ほど言いましたタイナー直線相談がしたら3位という4位と言いましたけど東平部のスピーキングスコアは見事にボトムでありますこれはすごいことだと思います だけど、あのトーヘブルスピーキングスコアを取りましたのは、やっぱり日本の文化をある程度あの象徴しておりますあのタイに。日本におります移民の方の比率をとっても同じような図が書けます。いずれにいたしましても、この日本は、まあ、ボトムだということこの私はこの得意点、得意な点で、得意点、英語ではシングラリティと言いますけど、シングラリティですけど、 だけど右,きあ右上の方に行くもうよ々とした抑地がありますからね例えばトッフェルの点数を4点増やすだけで21点にすればもうアメリカなんかを通して GDP はこれはそういう相関関係で言わないですけどもう多くの国を抜いていきますから大いにこの少し頑張れば少し行くということでただそのためにはやっぱ,やっぱり脱シングラリティというか。 やっぱりこの日本を大きく変えていかなきゃいけないということでありますけど、まあ、第2の開国と言ってもいいかもわからないですけど、いずれに対しても非常に大きな希望があるということで、私の問題提起を終わらせていただきます。どううもごご清聴ありがとうございました